ございます。おはようございます。天気いいですね。天気めっちゃいいです。いいですね。はい、晴れ女なんで。晴れ女なんですか。はい、もちろん。あ、もうどうぞどうぞ。あ、いいですか。朝から、はい、爽やかですね、笑顔が。え、本当ですか。よく言われます。機嫌悪い時がないんですか。機嫌悪い時は、はい、写真撮ってる時だけ。え写真撮ってる時は、ね、眠たいんで機嫌が悪い。今日一日、はい、メイキングマンとして密着してもいいですか。はい、いいです。お願いします。オフショットなどいろいろさせてもらいますんで。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。お願いします。体柔らかいですね。体硬いです。柔らかく、え、柔らかいでしょ。どうも柔らかくなった。それはやっぱこう、うん、撮影してるうちにまあそういういろいろ自分で、うん、訓練して。なんかうちの事務所のユニットのがあって毎月ライブしてるんですけど、毎月6回ダンスレッスンがあって休みの日を全部ダンスレッスンに当ててるんですけど、ハード。それが結構ねハードなダンスレッスンでガチなんです。ダンスする前に必ず準備体操しとかないと。そうそうそう、ちゃんと先生がいるから。ダンスのなんか筋トレもストレッチもなんかこうやってやってたらグッて押される。あ、また割りみたいなんですね。そうそうそう、うん、したらだんだん柔らかくなってきます。あ、痛い痛い痛い。パンツ見そうだよ。うん、見せてる。でもじゃあバツとして気持ちよくしてます。めっちゃ悩んでるじゃないですか。え、めっちゃ悩んでますよ。はい。はい。じゃあですね。はい。旗のグラフを発表してください。じゃか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 じゃん。私のグラフはこうです。あら、うん、やっぱ一番家族。あ、もう家族は結構こうなくてはならない。私の中に大事なの。一番大事です。その次に友達。あ、じゃあもう本当こういう人間の触れ合い的なところでもう半分以上、うん、ほぼもう大半を占めてます。あのお父さんに置いて。そう、かなりの、かなり人間大好き。あ、その次にようやくというか、まあ、あのそう、ここにこの次ぐらいにセックスですね。漠然とこう仕事っていうところじゃない、うん、もうセックスなんですね。もうセックス、なんかもうオンオフ関係なしに。関係なしに。あ、もう撮影でも何でもプライベートでも大好きです。エッチなことが。セックス。セックス。あ、でもこれはなんかね、昔からじゃなくって25歳過ぎてからグンと上がってきました。あ、じゃあそのグラフの割合はもうちょっとこう幅少なかったんですね。もっと少なかったし、もっとなんだろう、ここにここにはいなかったかもしれない。この辺ぐらいにいたかもしれない。もう家族、友達の割合はこれはもうフィックスなんですかね、昔から。はもうこのままです。あ、でも本当個人的なものって割合少ないですね。うん、少ないですね。なんですか、なんですか。これ二次元アニメフィギュア。ちょっと説明してもらっていいですか。これは私あの二次元が好きでアニメとか見たり、あと漫画集めたり、フィギュアを大量にうちに保管してるんですよ、実は。あ、じゃあ結構。うん。まあ、オタクというかオタクっぽい感じの部屋の作りになってるんですね。そうです、あのなんか大きさで言うとこんぐらい、
こんぐらいの背の大きさの大きい、かわいいフィギュアが置いてあるんです、うちの部屋に。とかちっちゃいフィギュアもバーって買ったりとかして。意外な、うん、意外というか、まあセックスまでは、まあ、そう、最後はちょっと意外でしたね。へー、そうなんですよ。なるほど、うん、そうです、よくわかりました、はい、はい、ありがとうございます。はい、実は爽やかな衣装に拘束されてますね。はい、下からパワーアップすると、まさか拘束されてるとは思えないような爽やかな衣装ですね。一緒、顔も爽やか。で、次って、はい、どんなシーンなんですか。次はドレー妻。ドレー妻、うん、ドレーになった妻。ドレー、わかんないです、ドレーの。そういう設定って、うん、好きか嫌いか、ま、得意か不得意でどうですか。あ、でもよくあるから、うん、得意っちゃ得意ですけど。本当は逆の方が好きですか。逆の方が好き。あ、縛ったりとか。あ、そうなんですね。なんかどっちかといえば、もう自分がイニシアチブでちょっと上に立っているプレーの方が燃えるんですね、うん、そう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 。あ、それでも委託するの好きって言っても、相手がちゃんとそのド M で喜んでくれてるんだったら好きですけど、あ、嫌がってるのは嫌です。あ、なるほどね。そう、それは違うんですよね。違います。お疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあ、もう終わった、ほやほやですね。やばい、汗がすごいです。どうす今回なんか、うん、すごいわがままで、はい、あと甘えたがりの彼氏設定なんですけど、うん、はい、どうですか、やってきませんでした。なんかでもエッチの時にあんな感じなのはすごいいい、なんかそのギャップというか、はいはいはい、普段あんなツンってしてんのに、うん、エッチの時はなんか俺だけを見ろみたいな感じのがこう伝わってくるプレーってすごいいいな。普段よりはセックス最中の方がより愛情を感じられるっていうことですか。感じられるってことは、そういう彼氏はありってことで、ね、ありですね、これね。いいですかね。そうですね、そうですね、はい、はい、じゃあわがままの彼氏も、はい、私にとっては、全然、ストライクゾーンだということで、ストライクゾーンです。ありがとうございます。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。募集してます、彼氏。今回の作品のテーマはですね、はい、加点系なことですね、はい。ガチセックスみたいな内容だったと思うんですけど、うんうんうん、はい、その人たちに、うん、なんか性的なそういう魅力って感じますか？感じますね。やっぱりなんかそのエッチはやっぱり激しいんじゃないかなっていうイメージがあるので、うん、なんかね、その夜とかの営みもキャンキャン言わされるんじゃろうな。広島方言が今出ましたね。今びっくりしましたね、今自分で世界に向けて世界に発信しました今、方言を。お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れてます？いや、疲れてないです。疲れてなさそうですよね。疲れてない、元気です。本当タフですよね。いや、今日一日密着させていただいて、はい、いや、本当いろいろ波多野由依ちゃんってことが垣間見れて、はい、面白かったです。あ、本当ですか。よかった。なんか、由依ちゃんの売れっ子たるゆえんがね、うん、分かったような気がします。あ、本当ですか。分かりました。なんか分かった気がします。あ、本当に、はい、よかった。じゃあですね、最後に、はい、波多野由依にとってセックスとは何ですか。セックスとは最上級の愛情表現です。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。